どうも皆さん、クリプトマフィアのボスとビットマティブでございます。ビーン、今日はピー戻した、戻してきましたね。ビットマティブ今日はというか3本目マジで多いっすね。3つ目にえぐいっすね。またから戻してくるという。いや、戻しますよ当たり前じゃないですか。それがスタート、当たり前のように戻して、クリプトマフィアでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。もうね、いいですか皆さん、はい、今時間何時なんでしょう、はい、ボス今ね、もうすぐ3時ぐらいですか。えぐいっすね何やっとんこいつだって思ってるから、ね、今ね、おそらくね、もう本当に、もうね、私のあれですよ、お家の方では、はい、もう本当にもう誰もいないかのような、はい、静寂が、静寂、まあそうですね、シーンだと、まあ、世の中の皆様もシェアシェアですからね、多分寝てるんじゃないかなというところで、まあ、今ね、これ、ちょっとこうね、暗闇の中で、はい、まあ、後ろはね、照らしてる状態で、ちょっと前もこう、下を照らしてる状態なんですけど、そうですね。最近ですよ、やっぱほら、ビッグ G 様が、はいはいはい、G です、G。G だね。やっぱりこう、私、ビットマン TV 並びに、構成員が大っ嫌いな、大っ嫌いね、ゴッキーでございますね。ゴッキーね。さっき、えちょっと動いた瞬間に、ビクってなっちゃって、なるほどね、怖いんですよ。はいはいはい、どうですか、ゴッキーがさっき、ゴッキーがさっき言って、いや、なんかのシャレかと思ったいやもう怖いよね、怖い、めちゃめちゃボスやん、怖い、いやめちゃめちゃ怖いですよ。なんかこの前出たんでしょ、出ました。どうだったんですか。いや、サイズ的にはもう皆さん、このぐらい、このぐらいのサイズのね、やばいよそれ。いやもうね、私も今年一発目だったのよ、うんうんうん、もうめちゃめちゃ怖くて、あの見つけた瞬間になぜか、あの普通キッチンにいるじゃないですか、はいはい、キッチンじゃなかったのよ、はい、あのキッチンの部屋と、あのドアをね隔ててるんだけど、いやっすねー、普通にリビングの、あのテレビの前を、いやっすねー、マジでそのまま押し入れの中に入ってきました。それはやばいっすね。いやもう最悪、寝れました。あ、もうそのまま疲れすぎててその日そのまま、いや無理っすよ僕はゴッキーと共同して一緒に、はい、部屋の中で、部屋の中に出ましたね。いや一応ね、私、構成員のお家では、はい、やっぱりこう毎年夏になるとね、はいはい、こうあれじゃないですか皆さん、薬局に、あ、いや、やるね。最強の、はいはいはい、置き物ですよ。G 対策ね。対策ね。G 対策が。あれをもうね、はい、あの、家中です。家中にね。あの、うん、普通こうね、わかりますよ、ワンセットみたいなね。はいはいはい、はい。2セットぐらいいきますから。2セットぐらいを設置しまくる。設置しまくるです、ね。だから、横との間隔30センチみたいな。狭すぎやろ。ゴッキーも迷うわ、どっち。だから、ワンチャンね、はい、あの、私思ったんですよ、うんうん、あれ設置した方が寄せ付けるんじゃねえか、うん、逆にね分かりますよね、うん、だってそうそう、あれ寄ってくるでしょ、ゴッキーが寄ってくるよってことは、あれ落ちすぎるとヤバい説、うん、確かにね、あるんちゃう説、いや分かる分かる分かります、うん、今もう説ハマってます、いや説ね、そういったところがちょっとあるんで、まあ、あのさっきね、言ったように、今暗闇じゃないですか、あるから、はいはい、だからちょっと怖いところもあると、どっかにいるんじゃないですか、ね、そうそうそう、しかも、うん、結構ほら山近いんで、あ、そうですね、だからこうね、本当に分かりますよね、お菓子持ちながら、あの降りてくるんですよ、パーンってコミカルな、うちで食うなよみたいなイメージ、イメージお菓子リュックに背負いながら降りてくるんですよ、パーンってうちで食うなよみたいな、表現が可愛いな、ちょっと怖いんですよ、まあそういった形で ね、まあちょっとこう、お互いダメなところ、いやもう本当ね、同じ空間でいるっていうのは、まあそもそも無理なんですよ、いやまあまあまあ無理ですけど、うん、まあでも日本のね、うん、北の方に住んでる方とか見たことない方多いのからしいですねっていうのは聞くんだけど、うん、聞くもう今日本自体があったかくなってきてるじゃないですか、なってますね、そういったところを考えると、うん、やっぱ北の方でも見るのかなっていうのは思うんですけど、ね、まあある程度ね、あったかい時期もあるでしょうからね、北の方もでしょ、うん、だからまああとどれぐらい大きくなるのかなみたいな、はい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 、だからゴキブリ G の種類によってじゃなくて、うん、まあ、代表的な私の最も嫌いな、うん、黒 G ですね、黒 G ね、黒 G ってやつです、うん、黒ゴキっていうのね、はい、まあ、あれはマジで黒光りで、まあ、そうそうそう、まあ、言ってしまうとか、ね、グラップラーバキの世界であれば、まあ、やっぱりお師匠様なんですけど確かにね、あの分かりますよね、初速半端ないですよ、あれ人間のレベルまで大きくしていったら、なんか見たんですけど、うんうん、新幹線レベルで動くんだよねが初速らしいです新幹線のスピードが初速みたいな、いや確かに、だってスタート早いもんね、いや早すぎっしょみたいな感じで、だからまああれはね、あの動物特有の、いや確かに、ね、動物じゃないんですけど、まあそういったものがありますけれども、はいはい、まあ、ちょっとこの世からね、あのいなくなってほしいナンバーワンということで、あのボスに引き続きですね、はい、よろしくお願いします、ボスに引き続きおかしくないとかこの世にいてほしくないもの、ナンバーワンボスに引き続き、あ、すいません、ナンバーツー、ナンバーツー、はい、行きましょう行きましょう、じゃあボス、はい、クリプトマフィア再開していくという
ということで。そうですね。なるほど。また今回も行きますよ。はい。楽しみだな、楽しみだなというところですよ。アルドコインやってますけれども。はいはいはい。今回は、はい、ビットマン君。アルス。いや、前回のね、はい。いや、ビットコインキャッシュ、最後、うん、完全に行っちまったなと思いました。最後ね。滑っちまったなみたいな。最後、ね、ここ、ね。ビッグマム持ってくるんだったらやっぱりゼウス、はいはいはい、からのやっぱりビッグマムに僕ら戻る、うん、まあそうです、ね、裏切るんじゃないよあんたをガチミにちょっと入れていくという夜中の2時です夜中の2時お疲れ様でごめんなさい行きましょう、はい、話が途中でそうですねはい、はい、前回のビットコインキャッシュに続きの、はい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 、今回は、うん、ライトコインでございますありがとうございますちょっとやっぱメジャー系をねそうですね進めていきましょうよということでございます皆様お付き合いのほどよろしくお願いします、はい、お願いしますいきますよでは早速です元気出しますよはいライトコインを、はいまず時価総額基本情報ね基本情報うん、基本情報からいきますけれども、時価総額が8000億というところで、第12位でございます第12位、はい、8000億ということは、うん前回のビットコインキャッシュが2900億円でしたということは、うん、まあ3倍ぐらいかなっていうところそうですね時価総額でいうとはいはい分かりましたで12位というところでございまして、うんはいまあ、現代のですね、うん、まあ、価格なんですが、だいたい77ドルから78ドルぐらいの価格にいるところですと、はいはいはい、今現時点がということですね今現時点でございます、はい、わかりました、はい、上の価格でございますというところですね、はいはい、これライトコイン自体は2013年の4月ちなみに時価総額ランキングはあ、12位言いましたってあ、言いました、はい、言いましたね12位でございます、G の恐怖にいるのどっちいるの大丈夫大丈夫G が怖いんですいや、ビットマンさんが感じてるってことは私もピンチだから何かを今ひしひしと感じてるんですよG からのプレッシャー何かがおかしいみたいな、うん、あるよね、どっかにいるとき分かるってやつ空間の歪みがある気がするみたいなで、そーっと見たら張り付いてるみたいなねはい、分かる。なんか一部分だけ歪んでる気がするみたいな、はいはいはい、そんな感じですいや、もうやばいやつ大丈夫かな、本当に、はい、ちょっとビクビクしながら行きますけれどもはい、はい、総発行枚数はあ、先行きましょうか、発行枚数の上限はですね、うん、8400万枚はい、はい、ということで、はいはいビットコインが2100万枚、4倍、ね、4倍の発行枚数があると、うん、発行枚数があるということですね。いうことですね。はい。はい、で、ライトコイン自体2013年の4月がリリース日ということで、うん、まあいわゆるその市場の流通開始されたのが、うん、この2013年の4月。なるほどね、ボスね。やっぱり勉強してますよね。いやもう調べに調べて、調べに調べてでございます。ありがとうございます。はい。行きましょう行きましょう。はい。で、何かやりました今。ごめんなさい、本当に時給の歪みをちょっと感じてるんで、やってみてください。理解だけどね。マジで悪い。理解だけど。なんかやったかなと思って。いや大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。私は何もやってないです。どっかで何か動いてるか。いや、タイムマシン乗ってきました、ね。乗ってないわいや、なんかがおかしい。いや、おかしくない、おかしくない。今は生きてる。すみません、大丈夫、大丈夫。今は生きてる。ナウだからね。オッケーは、行かないでましょう。2013年4月。はい。はい、流通開始ということですね。そうですね。オッケーそして、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、はいはいはい、このライトコインは、うん、チャーリー・リー氏によって作られた。はい。まあ、有名ですよね。うん、有名で。元 Google のエンジニアの方。あ、そうなんですか。そうそう、チャーリー・リーさんという方も元 Google らしい。そうなんだ。まあ、もう超エリートですね。はいはいはい。はいはいはい、ありがとうございます。で、有名な言葉としてビットコインが金なら、はい、ライトコインは銀だと。ああ、そうね。いう言葉があるぐらい。そう。これはね、うん、初めて聞く方にとってはね、うんうん、そうなんだってマジで思うかもしれないですけども、うんうんうん、そうなんですよ。なんかすごくね、だから、うん、まあビットコインが金ならと、うん、ライトコインは銀だろ、うんうんうん、っていう形でね。うんまあ、そもそもの、コンセプトとしてそういう風に作ったのかな、だから。はい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 。だって2013の4月ってさ、結構、まあ、そもそもとして2011年ぐらいから、開発自体は始まってたんじゃねえかな、みたいなことは言われてますけど。うんうんうん、ああ、なるほどなるほど。流通がそれで。あ、そうですね、13年が流通した。だからそういう意味で言うと、うん、かなり古参。まあ、結構古いですね。仮想通貨業界ってかなり古参だから、まあそういうコンセプトのもと作り始めたんでしょうね、チャーリー・リーさんもね、うん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 。で、金から銀でしょみたいな感じで。そうですね。なるほどね。それぐらいにメジャーやと。そうですね。はい。で、もともと作られた、その、うん、あの、このライトコインですね。うんうん、が、どのようなものとして今、あの、使われる通貨かというと、少、うん、額決済を目的として、うんうんうん、まあ作られたと。まあ、決済用ということか。決済用として作られたと。だからまあ、うん、ビットコイン、キャッシュ。はい。あれも言ってしまう決済用だったじゃないですか。そうですね。まあ、それよりも前に、うん、ビットコインが、うん、いわゆる抱えるであろう問題を先に察知して、はいはいはい。これはだから、ハードフォーク、うん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 、分岐するわけではなくて、別通貨を作ったと、チャーリー・リーさんが。そうですね。少額用としてっていう感じで。そうですね、はいはい。ハードフォークとかではなくてね。はい。OK ですね。ですので、まあ、高速かつ、少額の、うん、取引というのが可能であると、うん、いうことで、まあ、すごく人気を得ている通貨というのが、まあ、その当時から、ずっと、まあ、言われているというところでございます、ね。まあ、そのね、少額決済に関して言うならば、うんうんうん、まあ、どうなんでしょう、ペイパル
の採用通貨にも当然、はいはい、まあ、ビットコインキャッシュもそうですけど、そうみたいですね、まあ、なってますし、うんうんうん、まあ、最近っていうかね、はい、2022年、なんか去年かな、うんうんうん、去年あたりには、うん、あのチャーリー・リーさんが、はい、まあ、その作ったね、はいはい、大元の方が、うん、もうライトコインにとっては、はい、待望の、待望の、待望のアップデートっていうね、はいはい、去年やったんですよ。去年ミングルウィングルということをね。ああ、なんか聞いたことある。そうなんです、はいはいはい、はい、ウィンブルドンじゃないですよ。ちょっと近いけど。そっちかなと思って。いや、あれみたいな。それと聞いたことある。ウィンみたいな。今、なってましたよ。いや、そことはさすがに。多分これ、ウィンブルドンぶっこんでくるんかなと思ったんで、先にやめとけと。なるほどね。いうことですよ。いや、おさりくれてありがとう。ウィンブルドンで、まあ、いわゆるアップデートでいいのかな、はいはい、を完了させたというところで、うんうん、あのさっきも言ったようにね、まあまあ冗談さておきですよ、少額、うん、決済、はい、うん、ここがいわゆるライトコインのね、はい、まあ、メインの、うん、主たるところじゃないですか、はいはい、でそのところに対して、うん、そこに対してさらに、はい、いわゆるね、まあ、匿名性というんでしょうか、プライバシー性を持たせるっていう、はいはいはい、それが、いわゆるミンブルウィンブルというものなんですよ、はいはいはい、それが、まあ、言ってしまうと、まあ、実装されたという形、去年ですね、そうそう、だから、まあ、言ってしまうとボスとかね、はいはいはい、そうそう、はいはいはい、買い物したり、あ、はいはいはい、変なものをなんか長いつみたいなのが送られてきたりとかして、いやあれみたいな、え、これなんなんですかボスって言ったら、なんかめっちゃ油汗バラーくるじゃん、たまーに、ああいったものをね、やっぱボスが買ってたりこうするときに、はいはいはい、はい、便利になるもんなんじゃないかなみたいな、プライバシー性高いですから、なるほどなるほど、何とは言いませんよ、当たり前ですけど私もしか言えないと、はいはいはい、はい、その何をね、逆にこんな長いのあるみたいな、え、なんでこの長い、え、どういう、何なのこれは、ね、ますます謎が深まる、深まります、私も深まってますから、とりあえず長いやつね、長いやつね、そう、長いやつ、はい、それをね、だからね、あの、うん、買ってるじゃないですか、はいはい、だからそういった時に、うん、こうプライバシー性があると、はいはい、はい、そもそもでもね、うん、それっていいと思うじゃないですか、まあ確かにね、まあプライベートが守られてる、そうそう、プライベート的なことが守られてと、うんうんうん、だけどまあね、うん、それって、うん、そもそも犯罪に使われていくっていう可能性がやっぱりなきにしもあらず、あ、表に出ないからっていう、そうですよ、あー、なるほど、確かにプライバシー的な機能をね、うん、まあ、言ってしまうとつけることによって、うん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 、ものすごくこうね安心した、いわゆる決済買い物ができたりすると思うんですけど、はいはいはい、それは裏を返すと、うん、やっぱりこう犯罪にね使われたりする可能性が高いっていうところもあるので、韓国のね、アップビットというね、取引所では、その、ミンブルウィンブルがね、はい、こう、行われた後に、ライトコインを上場配信するというね、大きな決断に至ったところもあるんです。すごいね。そうそう。だからまあ、そもそも仮想通貨ってね、やっぱりまあ改ざんができないし、透明性が高いっていうのが、もともとのこう考え方じゃないですか、ある程度。確かに確かに。そうですね。そこに反してるところがあるから、なるほどね。でもね、うんうん、実は、はい、このミンブルウィンブルに関して、このプライバシー機能っていうのは、はい、オンオフできるらしいんですよ。あ、そうなんだ。そうなんです。だから使う人によって切り替えができるということなんで、うん、だから、まあ言ってしまうとね、まあ本人の、うん、まあまあまあ意思によるよと、まああなたは全部オンにするんでしょうけど、まあまあそうね、そういう流れです。シャってね。そう。それがだからまあミンブルミンブルというね、はいはいはい、もしかしたらこうライトコインを調べた方だったら出てくるところがあるかもなっていうところ、うんうんうん。でもそれはものすごくライトコインにとっては待望のものだったんだよっていう、ね。なるほどなるほど。押さえておきましょう。はい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 。どうでしょうか。なるほどなるほど。はいはい、いやすごく、そう、去年あったんですね。そう、ありましたありました。なるほど。じゃあそれでね、価格がパーン上がっていくかなと思ったけど、うんうんうん、あまりこうね、逆にあまりよろしくないイメージがついちゃったっていう可能性もあるもんね。あー、ほら、なるほどね。さっきのように韓国の取引所で上場配信になってしまったっていうところがここに派生するんじゃないかっていう、やっぱり懸念が出てくるじゃん、その後。確かにね。だからあんまりこう勢いがつかなかった。でも、うん、チャーリー・リーさんは待望のと、うんうんうん、これ以上ないものを実施したんだぜ、みたいなことを言っていたんです。なるほどね。はいはいはい。今後もしかしたら注目されていくかも、またっていうね。なるほどなるほど。はい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 。で、あと、うん、一つ、はい、少額決済、はい、ライトコイン、まあ、ペイパルの採用通貨でも言いましたけれども、そうですね、うん、まあね、男性の方っていうふうに言っていいのかな、うんうん、まあ好きな、うん、あるじゃないですか、動画が、はい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 、ポンハブというね、あー、ありますね、有名な、知らないんですけど、あららら、ボケとホッカーをやる、めちゃめちゃ、ちょっと待って、ちょっと待って、え、こう来て、こう合わせたら、はい、何、急にトンみたいな、なんですか、ポンハブ、いや、ポンハブってだから、そうですね、長いやつですか、長いやつ、長いやつ、長いやつから、そのポンハブでね、マジマジさておき、はいはい、決済できるんですよ、マジで、そうなんですよ、ライトコイン、ビットコインもです、ビットコインもできる、合計今6通貨ぐらいできるっていう話かな、あ、そうなんだ、ライトコインもできるという、あー、だから男性の方持ってる方が多いのかな、ライトコインを、いや、知りません、いや、
いや、そういうわけではないと思うんですけど、あ、そういうふうに、まあでも、はいはいはい、ね、世界的に有名なね、サイトですからね。だと思いますよ、普通にね。そこの決済採用してるってことですね。そう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 、なるほどね。っていうのが、まあ、大枠の流れかな。はいはいはい。まあ、大体イメージ湧いたんじゃないのって感じ。まあ、そうですね。うんうんうん、で、あと何かあります？いや、あとは、うん、まあ、それこそ、まあ、ビットマックが今言ったように、まあ、そういう去年の動きがあってね、今後、まあ、値段がどう動いていくのかと。あと、その前に、うん、ごめんなさい、言い忘れておりましたけれども、半減期ね。はい、あー、半減期。はいはいはい、はい。半減期もあります。うん。で、ライトコインに関して言うと、はい、2023年、まあ今年ですよ。はい。の8月の4日あたりといったかな。8月4日。2ヶ月後ぐらい。そうそう。に、うんうん、ライトコインの半減期が行われるということで、はい、まあこれはね、はい、ビットマン TV 君の、うん、通常配信を見ていただいている方であれば、うん、まあ結構ね、ガンガンガン言いまくってるんですけども、はい、まあ、ニュースでも取り上げられてますしね。うん。だからそこは、もし初めてね、今パッと見る方がいるんであれば、うん、まあそんなのもあって、半減期というのは、うん、軽めに言いますよ。うん、まあビットコインと同じようにプルーフオブワークというね、はいはいはい、いわゆる計算でこう通貨が生み出されていく計算でね、うん、報酬としてもらえると、うん、マイニングをするマイナーの方々はね、うんうんうん、でその報酬が言ってしまうとこう半減半分になってしまうということ、つまり、報酬が半分になるということは、うん、まあ今まで出ていた供給量も、はい、まあ、報酬としての供給量も半分になりますから、はい、供給量も半分になる、希少性がまあ言ってしまうと高くなるというところですね。ただそのポイントで上がると予想されることが多いということですね。報酬が半分になるってことは、うんうん、言ってしまうと、まああれですよね、今までとほら金額が変わらなかったら、はい、もらえるものを半分ですよ、金額変わらないんですよ。それマイニングする方にとっては損じゃないですか。そうですね。それを考えていくならばね、うん、金額をどうしても上げざる、まあ2倍とは言わなくてもね、うん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 、少しでも上げていかないと、うんうんうん、上げるような何かをしないと、それは採算が取れないということで赤字になってしまいますから、はいはいはい、そういったところも加味するならば、半減期が訪れるってことはいいことですし、はいはい、その半減期が直近の8月に来るよということで、まあここはちょっと楽しみなところ。そうですね。ですけれども、うん、半減期が終わったら、漏れなく今まで、下がっているという。もう漏れなく。漏れなく下がっている。漏れなくありますから、はいはい、まあ、7月、うん、来月の半ばぐらいまでかな、行ったとしても、あ、なるほど、もし上がっていったとしてもね、あまり過去が、期待をかけすぎて買っちゃうと、ちょっとこうね、半減期終わりの事実売りがあって、パーンっていく可能性が、グイッていく可能性がね、一発でありますから、ちょっとここは注意をしておきましょうということで、はいはい、よろしくお願いいたします。購入する方は、時期をちょっと今ね、タイミング悪いかも、逆に言うと。半減期終わった後が、うん、現物とか持っておくんだったら、うん、時期はいいかもねっていうのはちょっと思う。ああ、なるほどね。はいはいはい、そこタイミング結構大事ね。大事かもね。高値掴みになるかもしれないね。今のこの状況の中で、中で、うん、高値掴みね。入っちゃうとね。そうそうそう。うんうん、よろしくお願いいたします。はい、行きましょう行きましょう。で、あ、すいません。ちょっともう一度言わせたんですけど、うん、過去の最高値。最安値というところで、ライトコインは最高値はですね、2021年の5月に410ドルという最高値をつけているコインでございまして、逆に最安値は2015年の1月に 1.15 ドルという最安値。うん、まあ、うん、最高値、いや、2017年のにもつけてたんですよね。2017、最高値。だいたい400ドルぐらいつけて、それ以降の安値は、あんまり 1.何ドルとかいうのは、うんうん、かなりだいぶ前なんで、あー、そう。なんないんで。あ、なるほど。それ以降のってことか。そうです。そこをちょっと調べてもらいたいという。あー、なるほど。申し訳ない、ビットマーク。そこを調べていなかったでございます。そういうところですよね。申し訳ございません。タイムマシンですね。タイムマシンって言われて、今を生きてはいるんですけども。いや、そう。あまり前すぎてもあんま意味がないかなっていうところがあると思うんで、あ、そうですね。だから史上最高値をつけた、2017年以降から見ていくならば、まあ、20ドルぐらいかな。2017年の、400ドルぐらいをつけた後に、はい。そうですね。最安値で20ドル。25ドルぐらい。これが最安値ということです。あんまり前だったら、そのビットコインだって 0. 何ドルとかありますから。あ、その前だったら、ね。あ、ならないですからね。はい、よろしくお願いしますよ。失敬いたしました。25ドルぐらいですね。で、史上最高値が、400ドル付近。そうですね。この400ドル付近っていうのは、ちょっと見ます？だからこんな感じですよ。はい、2017年も400ドルぐらいをつけていて、2017年12月、うん、で、2021年の5月にも同じく400ドルぐらいつけてますから、うん、だから言ってしまうと仮想通貨業界の中じゃ結構珍しいんじゃないかなっていう感じ、はいはいはい、アルトコインの中では、うん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 、ビットコインキャッシュとかもそうだったじゃないですか。まあそうですね。2017年に4000ドルぐらいつけてて、うんうん、2021年に1600ドルぐらいでしょ。そうですね。大体そういうのが多いと思うんですよ普通は、うん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 、ビットコインはまあ史上最大を超えましたけど、うんうんうん、2017年の、うんうん、だけどライトコインに関しては、並んでるというちょっと結構珍しいかなっていう感じ。同じところまで持っていった、うん、だから深いところで
でファン層が多いんでしょうっていうね、のはちょっと思いますけど。なるほどなるほど、うん、そこは大丈夫です、わかりますっていう意味。あ、わかります、そこまでまた戻ってきたっていうところが、ね、そうですよね、うんうんうん、で、あとは400ドルから今70、80ドルぐらいでしょ、うんうんうん、まあよくビットマン TV 言ってるんですけど、うん、結構あのさっきみたいに会社再生が多いのかなっていう感じほんとする。あ、はいはいはい、占い税が多いのかなって、なんか言ってず、うん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 、で、それ理由が一つ多分あって、はいはい、あのですね、日本はあんまり人気ないんですよ、ぶっちゃけ。なるほど。アメリカめっちゃ人気あるらしいんですよ。あ、そうなんだ。ないところには。はいはいはい。これ、あの、やっぱ昔からあるっていうところと、うん、金と銀っていう方ね、うんうんうん、組み合わせ的なもので、ライトコインを好んでいる方がかなり多いらしくて、うん、そこも一つ、価格がね、うん、下がりにくい状況になってるんじゃないかというふうに言われてますよ。ああ、なるほどね。うんうん、まあ、そういったところも含めて、よろしくお願いします。うん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 、はい。まあ、そこがね、ライトコインのまあちょっと特色かなという。はい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 。アメリカの方にファン層いてっていうね。はいはいはい。そう、うん、ちょっとね、構成員的に思うのはですよ、はいはいはい、だからこうと結構仮想通貨の中においては投資寄りなものなのかなっていう感じ、のは思いますから、はいはいはい、なるほどね、そうそうそう、投資寄りな通貨と下がりにくいよね、上がりにくいけど下がりにくいよね、はいはいはい、ああなるほど、でもまあそうね、安定はしてるかな、安定してるよねっていう感じ、ああなるほどね、うんうんうん、ちょっとそこはまあでも一ついい、ね、いいあのポイントなのかもしれないですね、うんうん、あの通貨としては、そうですね。よろしくお願いします。はい。で、予想価格というところに行きたいんですけれども、はい、まあ、今回もいくつかね、ちょっと予想価格を、まあ、調べてみまして、うん、ビットコインウィズダムなんですが、2023年に116ドルと、うん、2030年には658ドルという予想を、まあ、出しているようでございまして、その他にもですね、プライスプレディクションというところが2023年に105ドル。2030年は1560ドルという、値段をつけておりますと、予想ですね。また、AI 予想というのがちょっとあったのでですね、それもちょっと拾ってみたんですが、2023年は141ドル、2030年は803ドルという予想が出ているというところですね。なので、まあ、2023年の今年に関しては、まあ、大体100から140というところで、まあ、現在が77から78ドルぐらい。なので、まあ、高いところで2倍ぐらいに今年になるかもねっていうところ、予想しているところもあるというところでございますね。はいはい、うん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 。ということで、まあ、予想価格に関してもね、やっぱり2030年に向けて、まあ、結構上がっていくんじゃないかっていうところの予想が出てる通貨ですね。結構好きですよね、私も。あ、ビットマークも、はい、はい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 。なんか知んないけど、なんか、なんか上がりそうみたいな感じがするんですよ。はい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 。そうなんですよ。なんか上がりそうな気がするなぁ、ライトコインっていう。何かわからないけど。何かがわかんないけど、ね、だから、下がりにくいから結構好き。ああ。目立って。うん。わかるでしょ、なんか。なんかね。うん、目立って大暴落とかいうのがなんかないイメージがすごいから。買いやすい感じがする。あ、不安要素がこうあまり持たせないコインというか。で、今77でしょ、はい、2017年以降の安値いくらでしたっけ、うん、20ドル、20ドルか、まあ、25ドルぐらいなんで、うんうん、それ考えると結構ね最安値付近にはいるから、うん、いいよねって、まあ確かにですね、うん、ちょっとなんかこう、うん、いいなって感じがします。なるほどね、うん、はいはいはい、他なんかあります？まあ以上でございますね。なるほどね、うん、本当に話の広がりがないね申し訳ございませんね、しか言えないのか申し訳ございません、頑張りましょうということでそうですね、まあなかなか難しいけどね、うん、仮想通貨の内容がね、まあそうですね、うん、そう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 、まあいろいろ見ていってくださいよボス。そうですね、あなたのものなんですから、うん、はい、私も頑張ってよろしくお願いいたします、はい、さらに知識を増やしていこうと、そうですね、思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。行きましょう、はい、ということで、はい、終わりということで、ライトコインと何をということでお届けいたしました。いやいや、だから何を終わらそうとしてるんですか。え、ライトコインを、うっ、うっ、ゴッキーかいや、G はね、ほんとどこにいるか分からないですからね、この時期は気をつけてください、ほんとに面白いですね、ほんとに、はい、G の興味でございますから、じゃれんな、じゃれんなって声が聞こえます。あ、なるほどね、はい、お願いします。はいはいはい、ということで、いやいや、終わんないですよ、終わんない、今日も終わらない、ボス、はい、行きましょうよ、はい、当然、はい、言いますよね、言います、仮想通貨業界、はい、ライトコイン、ライトコインとはお願いします。ライトコインとは、はい、かもなく